いはい、今ね皆様のちょっと画面に飛び出してきたこちらの道、ちょっとすごいでしょ、迫力あるでしょ。今私ね車で走行中なんですけども、もう完全にもなんかこの森の中っていうかね、見てこの道幅も、車がやっと1台ギリギリ通るかなというような幅になってございます。でお前はそんなこんな細い、またましてや山の中をどこに向かって走っているのかと言いますと、はい、私ちょっと皆様にねご紹介させていただきたいところがございまして、今そちらの方にね向かっているんですけども、もう間もなくねそちら到着できるのではないかと思いますが、とにかくこの道の狭さね、いやまさかこういった場所にねその目的地があるとは思いませんでしたけども、今はい私頑張って登っておりますよ。もう横の崖から車が滑り落ちたら最悪っていうぐらい、とにかくちょっと道幅めちゃくちゃ細いし、そしてまたねガタガタしております。なのでねこちらの映像もガタガタね揺れてると思いますが、もう間もなく見えてきました。多分ねこちらがその目的地ではなかろうかと思います。はい、でここ駐車場かな、あ着きました。はい、こちらがねちょっと今回ちょっと皆様にご紹介させていただこうと思っております。目的地に到着いたしました。ではねとりあえずちょっと車を止めまして、車を降りますので、はい少々お待ちください。じゃんじゃかじゃーん、はい絶好調の荒木です。いやーでも本当ここのね目的地に向かうまでの最後のこの道のりなんですけどもね、本当めちゃくちゃ道幅が細くて、ハンドル操作一歩間違えばもう崖から転げ落ちるぐらいの勢いの、ほんと狭く、そしてまたね激しい道のりでした。でもまあおかげさまでね今無事到着いたしました。はい、でね今回ちょっと皆様にねご紹介させていただこうと思っております。ちょっと大きな看板がねございますので、こちら看板でご紹介させていただきます。はい、見てください、こちらね胸の観音寺と言ってね、胸おっぱいかなんかなみたいなね、はい、まあどういった関わりがねちょっとあるのか、ちょっと私もね詳しくは調べておりませんね。いつも通りちょっと私ゆるくゆるくご紹介させていただいておりますので、はい、でね今回はこちらこの胸の観音寺でね、こちら徒歩で約ね8分から10分このね登った先にあるみたいなので、これからねちょっと歩いてそちら峰の観音寺まで向かいたいと思いますが、その前にですけどね、ここの辺り一面ぐずるーとこう見ていただきます。はい、ね、こちら入り口にもねちょっとお祭りになっておりますが、ねちょっとうわーすげえ、なんか面白いと思ったのがですね、まあ、パッとこの目についたのがこちら、大抵こう神社とかお寺とかって言ったらこのほら木で作ってるんですけども、こちらねこう鉄筋で組まれております。はい、あれなんかここもね全部鉄筋でね、もうもちろんもちろん鉄筋で組まれてるのってものすごく丈夫なんですけども、いやこれはちょっと初めて見ましたね。いやいやいや、でもお寺とかね、はい、奥の方にちょっと暗いのね見えるかな、画像を撮らせてね、はい、こちらですね、はい、ね、お祭りになられておりますよ。ちょっとなんかここにほら
必死で上がる階段がちょっとございましてね。ああ、なんかこの上にも、登っていいのかな、ここ。あ、でも登っていいような感じで作ってありますので、ちょっと私、こちら、登っていきましょうか。ああ、こちらにもなんかね、お祭りになっておりますが、もう、はいはいはい。暗いですね、なんかね、光が明るくなりましたが、はい。結構やっぱこのね、やっぱ年数が経っているので、この老朽化でね、結構建物自体が崩れ落ちておりますよ。こうなるからやっぱ鉄筋で組んだ方がね、丈夫にこのね、お守りできると。はい。で、奥にもなんかあるのかな？うわ、ここなんか道ずっと繋がっておりますけども、ちょっと、なんか不気味な感じですが、ちょっと、通ってみましょうか。なんかもう、結構、ボロボロに崩れ落ちておりますが、大丈夫かな？ちょっと、もう私中通ってていきなりちょっと崩れ落ちたらちょっと怖いので、はい、ちょっとここ出ますけども、はい、ちょっとね、横道にそれましたが、はい、ではね、今から、はい、胸の観音寺に、ね、徒歩で歩いて向かっていきたいと思います。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。はい、今ね、歩いてきましたけども、はい。ね、こちらがね、はい。最初にね、画像で紹介させていただきましたけども、入り口になってございます。ここからね、上に上がっていくみたいです。うわぁ、ここでもなんかね、これもなんか鉄で作ってるのかな？木作りかな？ねえ、ありがとうございます。うわ、でもこの、うわ、見てよ、なんかこの、ほら。これ、ね、私はもう、いりません。いりませんよ。はいはい。私はね、足で登っていきます。ではね、胸の観音寺参道入り口っていうことなので、でももう、出だしから結構激しい中、このね、登り具合なんですけどもね、はい、じゃあもうこのまま登っていきます。いやー、でもな、今から8分10分ですか。結構長い道のりに、うわありますよね。はい。よいしょ、よいしょ。いや、でも体にいいですもん。こうやっていつも、ね、最近はこう、登っておりますので、はい、こちら、はい。なんか看板がございました。ね。ようこそ、胸の観音寺。ね。鉄です、鉄です。ここ、ふんだんに鉄使われておりますね。このまた赤塗りっていうなんかね。ねえ。はいはい。よいしょ。約上まで8分か10分。動画ちょっとずっとね、回しっぱなしだと皆様も、私のね、はぁはぁいう絵柄を見続けるのもちょっと見苦しいので、ちょっとまた上に着いてから動画再開したいと思います。はい。今登ってきましたがね、まだまだね、観音寺まではね、距離がございまして、はい。ね、観音寺、本堂までは、まだまだ、はい。こちらにね、8分、今度ここから階段になっておりますね。はい。では、このまま、上まで登り続けていきたいと思います。はい。はぁ、あ、はぁ、あ、はいながら、まだね、スタート地点からまだ3分ぐらいしか登ってきておりませんがね、ここにね、一旦ちょっと休憩所がございました。でね、ね、見えます？結構こうね、ジグザグな階段がまだ上に続いているんですよ。はぁ、あ。いやぁ、ふぅ、言います。いや、このままね、さらに登り続けていきたいと思いますので、はい。いやいやいや、結構今ね、ジグザグにね、
はい。はい。登ってきましたが、まだまだね、はい。上の方まで続いております。多分ね、まだね、5分ぐらいしか歩いておりませんけども、結構やっぱ階段ってきついですね。ハードです。はい、ではさらに、登り続けていこうと思います。はい。バクバク言いながら、はい。登ってきました。なんかこう、プレハブみたいなね、建物が見えてきました。いやー、でね。いや、あのね、なんかついた感じがしますね。もうなんかめちゃくちゃ大きな岩があそこにございますけども。いや、こちらがね、はい。本堂ではないでしょうか。なんかずらーっとね、ありますが。で、こうぐるーって回りますと、はい。ねえ、階段がついてます。はいはい。なんか、ここに書いておりますが、ようこそ、胸の観音寺へ。ね、お疲れ様でしたと。いや、ほんと疲れました。結構ハードな道のりで。はい、ではこのまま中に入っていきますよ。あのね、こちらの建物は、ちょっとしたね、はいはい、なんかあの、休憩スペースになってございますよ。なんか、鍵閉まっておりますけども、中でこうゆっくりできるんでしょうね。なんかいいな。おー、私の目の前にありますが、この岩むちゃくちゃ大きいんですけども。っていうのが、はい。今回ちょっと皆様にね、こちら胸の観音寺の、ね、このどでかい岩、これ見ていただこうと思いまして、はい、もうこの汗だくな顔で、はい、必死こいて今こちらまで登ってきました。ではね、カメラアングルを変えて皆様にご覧いただきます。では、どうぞ。はい、どうぞということで、こちらの休憩所がございまして、こちらのね、はい、目の前にございますので、はい、ではご覧ください。やばーって、こちらの岩。わかるかな、この大きさ伝わるかな。いや、これめちゃくちゃ大きいですから。ねえ。でね、ねえ。あ、こちらでね、お参りするんですけども。マジでめちゃくちゃ。わかるかな、この大きさ。わからん。中にも行けるような道がございますね。岩の下をくぐれるような感じ。おお、でも、この大きさわかります？伝わりますかね？うわぁ、すげえ。あのね、岩が乗ってるんですよ。これ。すごいしてね、岩と岩の下の間にね、ちょっとこう行けるような感じでお祭りになっているんですけども、いやー、すげえ。っていうか、めちゃくちゃでかいんですけども、いやー、すごいな、この大きさ。めっちゃ大きいんですけども、ちょっとね、もう再度ちょっと入り口に戻りますよ。どれぐらいこのね、岩が大きいのかっていうのを私が映ることでね、映ることで伝わるかな。あのね、伝わるかな、この、
ね、はい、でね、岩がガーッとこことここでね、止まっているんですけども、そしてこう岩と岩の上にこのね、このどでっかい岩が乗っかっているような形になるんですけども、これまた神秘的ですよね。よくこのうまい具合に乗ったな。それも今度またしてね、ここまでの巨大な岩って、いや、そうそう見ないですよ。でね、ことお祭りになっているんですけどもね、胸の関東に、いやー、素晴らしいね。ちょっと私くぐっていきますが、なんかもう岩の下にいるんですよ、これ。一つの岩ですよ。まだまだ向こうの方にまでこう繋がっておりますが、めちゃくちゃでかい。マジで？今ちょっと頭を下げて私ね、こちら登ってきておりますが、わあ、ね、ありがたい、こう、ね、お祭りやっております。いや、この絵的なあのね、うわあ、ちょっとさらにちょっと上からね、映しますけども、ここまででかかったの？めちゃくちゃ大きいんですけども。わかるかな？この。滑った。わかるかな？再度ちょっとカメラアングル変えてちょっと皆様にお届けしますね。ちょっと見てください。はい。今ちょっとカメラアングルをね、変えまして皆様に見ていただいているんですけども、この右手の下の方の穴から今ね、くぐって私上がってきました。でね、この岩の、この、いやー、マジめちゃくちゃ大きい。めちゃくちゃ大きいですから。いやー、伝わらないでしょうね、この大きさを。いや、こんな大きさ伝わるかな。伝わります、大きさ。めっちゃ大きい。いや、驚いたな。ここもね、まだ一つの全部岩なんですけども、お祭り、お祭りになっておりますが、うわぁ、お祭りに、ねえ、ありがたい、ありがたいです、素晴らしいです。ロケーションがね、めちゃ綺麗ですね。結構ね、高い位置にありますので、でも、この岩のデカさ、めっちゃ半端ないですから。いやー、またこれスマホの小さな画面で見ると、なおさら分かりづらいと思うんですよね。なるべくならまたこちら私のこの画像は、テレビの画面にね、映してみていただければね、もうちょっとわかるかな、この大きさが。ちょっと私、この石の下に立ってみますね。はい。今これね、平行の石です。いや、わからないですよね。どんだけの大きさか。いや、カメラマンがいたらね、はい。私との大きさの比較ができたんですけども、なんせ私今手に持ってね、これ撮影しておりますので。いや、ですがこれね、めちゃくちゃ素晴らしい。これマジ一度見に来てください。本当に。このね、石の大きさ見るだけでも価値ございますので、はい、めっちゃでかい。この迫力というか、よくここまでの大きさの石が、このように存在したなと。はい。
いやーすっごい大きいです。はい、あ、ではちょっともうこのままちょっと上に上がっていくね、階段ございまして、なんか上にもなんか祀られておりますので、ちょっとこのまま私上に登っていきますので、はい、いやーびっくりしだしましたよ、こんな大きなね石が。いやー、でこちらね、はい、鐘がございます。わっ、どなたでもご自由にっていうことです。はいはい、あのね、ね、この鐘ご自由に鳴らしてくださいということなので、ちょっと皆様、はいはい、聞いてください、鐘の音いきますよ。いやー素晴らしい。でね、今の音色がですよ、はい、鳴り響きました。はい、あの鐘の音色が、はい、ねえ、このねえ、はい、うわ、これ上からも見えますけども、あら、そういえば今私どこに来てるか言いました？言ってないような。あらら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 ら、本来でしたらね、最初の入り口のところで言う予定が、私今ですね、福岡県宮古郡宮古町ってところに伺っております。お前言うの遅いじゃないかと。まあ説明をね、サムネイルなんかを見ていただければもうすぐわかると思いますけども、そうなんですよ、私今ね福岡県の宮古町ってところにね来ております。はい、いや、さらに、こっちはお稲荷神社になってございます。さらに上登っていきますよ。うわ、でも鐘の音色っていうか、よかったなぁ、ガーンと。なかなかこの音をまともに耳するのって、あのね、12月31日、大晦日なんかがね、よく聞きますけども、はい。いやぁ、登っていきますよ。いやぁ、よかったなぁ、音色が。いやーでも、結構、暑さがある、暑いので、汗が、あ、あのね、はい、お稲荷様がね、祀られております。じゃあ、はい、ね、お稲荷様でございますね。はい。ということでね、胸の観音寺の今ね、はい、上まで登ってきましたね。え、いやー、でもここのまあ、あのでっかいね岩が、こちらはお寺のねご神体だと思うんですけどもね、いやー、あの岩の大きさはね、いや、確かに神がかっておりますよ。いやいや、そうそう、あんなでかい岩ないですから。いや、私もこの生まれてから一度もね、まあ、これまでいろんな観光名所なんかも行きましたがね、ここまでのね、巨大な岩はね、まず目にしたことございません。もう初です。いや、初ですし、ましてや、こんなに大きな岩が存在するのと、いや、驚きました。こちらのこの岩、なんかね、このお寺のね、この確か胸のここの言い伝えなんかもございますが、言い伝え、よろしければインターネットで検索して調べていただければと思います。もうお前軽いなと、はい、もう私軽く軽く緩くね、この私どちらかといえばこの風情なんかをね紹介させていただきたいと思いまして、ね、あ、胸の観音由来ここ書いておりますよ。なんか立派な文字で、はい、ここ
ね、はい、よろしければあの画像を提出してね、こちら読んでいただければね、よりわかると思います。はい、ということで今回ね、こちら、はい、胸の観音寺ね、福岡県宮古郡宮古町のちょっと山あいにございます。こちらね、お寺で、はい、ご紹介させていただきましたけども、いかがでしたか。このめちゃくちゃこの岩の、はいはいはい、大きさなんですけどもね、ね、画面に入るからもうなんかちっちゃいんじゃないのみたいな、お前それほどじゃないのみたいな、いや、見てください。もうほんともうね、ビビりますね、この大きさが。ここだけじゃないですからね、これまた向こうでずーっと大きいからですね、もう。はい。ということで、よろしければ、はい。いいねボタンしていただければ嬉しいです。はい。そしてね、よろしければ、あの、チャンネル登録なんかもね、下でしていただけると、私、ものすごい励みになります。はい。そして、もし気に入っていただければね、コメントなんかもね、お待ちしておりますので、ね、コメントもよろしければ、温かく優しいコメントが好みです。はい。ということでね、今回はこちらにね、福岡県宮古郡宮古町のね、はい、山あいにございますね、胸の観音寺のこの御神体でしょうね、このめっちゃ大きな岩をご紹介させていただきました。はい、かーよかったよかったね。いや、こちらね、ぜひぜひ足を運ばれてきてください。いやね、ちょっと途中もう車が離合できないぐらいめちゃくちゃ細いね、道のりでしたので、なるべくなら小さな車で来られるのをお勧めいたします。ということで、はーい。絶好調のアラッキーからでした。では皆さん、またねー。